はい、皆さんこんにちは。今回はレカロシートカバーを取り付けしていきます。シートは 14mm のボルトを前後合わせて4つ外してシートベルトのコネクタを抜けば外れます。背もたれを倒しながらやると簡単に外に出せます。今回購入したシートカバーは特注品で納期は3ヶ月でした。レカロエルゴメド D のシートカバーは販売されていません。そこで LXVS 用のシートカバーにヘッドレストだけエルゴメドのものを流用します。最初にレカロエルゴメド D のシートの紹介を少しします。ヘッドレストは前後に可動します。ワンタッチで高さ調整可能となっております。メディカルシートで腰痛がある人にはおすすめのシートです。腰の部分にランバーサポートという風船みたいなものが入っており、シートから出ているポンプを押すと腰にジャストフィットします。空気を目いっぱい入れても少しずつ抜けて翌日にはへこんでいます。背もたれの角度の調整は三角のダイヤルを回すだけです。サイドレバーを上に持ち上げると前に倒せます。今回は特注品ということでアルティナ担当者に直接メールして発注しました。レカロシートを新調するのは高いのでとりあえずシートカバーを購入しました。早速開封していきます。シートの色なんですが、ブラックレザーを基本カラーにして、座面背面はカーボン仕様でステッチはブラックにしました。送料税込みで 25,360 円でした。取扱説明書を見ていきましょう。こちらはシートカバーを隙間に押し込むようなヘラなんですけど、アルティナとね、刻印が入っていました。あとは金具が3つと紐を固定する部品が1つ入っていました。生地の折れじわやベルト跡については、まあね、時間が経てば伸びるみたいとの記載の紙が入っていました。シートカバーは燃えにくい素材で使っているっていう風な紙と、あとは装着前に必ずお読みくださいという注意書きの紙が入っていました。装着写真をアルティナに送付するとティッシュカバーがもらえます。ネックパッドは抽選で当たります。まあね、絵とかもね、結構使われていてとても分かりやすい説明書でした。この説明書を読むまではヘッドレストの外し方を知りませんでした。どうやら背もたれ部分を押すと外れるみたいです。早速やってみます。簡単に外れました。それではヘッドレストから取り付けします。アルティナのシートカバーはフィッティングは良いのですが、キツキツなので取り付けは大変です。エルゴメドのヘッドレストは大きいので入れるのに苦労しました。翌日必ず指先が痛くなります。取り付けた感想なんですが、フィッティングは良いし縫い目もとても綺麗でした。値段も手頃でクオリティが高いので、私はアルティナのシートカバーが好きです。今回は運転席だけでしたが、アルティナのシートカバーは取り付け場所のタグが付いているのでとても分かりやすいと思います。カバーの取り付けはかぶせるだけなので誰でもできると思います。
りあえずカバーをかぶせて下側で布で固定してみます。この紐は横の部分を押して紐を通すだけで固定されます。余った紐は結んで適当な場所に入れときます。こちらの金具は紐を引っ掛けて、適当な場所に、固定するような、パーツなんですが、引っ張りすぎると紐自体が切れます。なので適度なテンションがかかる場所に引っ掛けるといいと思います。真ん中と下側部分はこの位置でも大丈夫でした。上側は結構こう引っ張って取り付けると思うんですが、後から確認したところ、紐自体が切れていました。とりあえず試し装着完成しました。メカロ用のシートカバーは後ろ部分がチャック式でした。背もたれを倒すレバーの部分はこんな感じでした。カーボン仕様もなかなか良かったです。普通にシートカバーをかぶせるだけではサイドサポート部分がフィッティングが悪かったです。ということでやり直しします。普通にかぶせるだけだとサイド部分がぐちゃぐちゃになります。 14mm のボルトを外してシートベルト固定具を外します。シートレールは六角で固定してあるのでそれも外していきます。どんなサイズの六角が入るか、外すまで分からなかったのでとりあえずダイソーで買ってきました。いろんなものが入っていて興味本位で購入してみました。普通の六角レンチも購入しました。ちなみに 3mm の六角レンチがぴったりネジ穴にはまりました。早速外していきます。ダイソーの六角レンチで普通に使いました。続いて H3 と書かれたやつで試してみます。緩んだネジなら使えますが、硬いネジだと根元が回転して外せませんでした。両方買っといてよかったです。普通に外すだけなら L 型の六角レンチだけで十分です。ネジを外せば隙間が空くのでその隙間にシートカバーを挟み込んでいきます。挟み込んだらネジを締めるだけです。手間でフィッティングが良くなると思います。
ちなみにレカロシートの分解も少しやってみました。ここのね三角のダイヤルなんですが、ハイエースの場合少しねこうね隙間がないっていうか、サイドのねこのパネルに当たるんですよね。なのでまずはねこのね、おにぎりみたいな形のやつを外していきます。で三角のダイヤルの内側のこのカバーを、まあ、マイナスドライバー等で、まあ、少し浮かせてあげます。内張り針が入ったら円に沿って少しずつ入れ込んでいきます。裏側からマイナスドライバーを使って、まあね、外す方法もあるみたいなんですが、うまく外れませんでした。ここのパーツは割れやすいので慎重にやった方が良いと思います。ちなみに新品でも2000円ぐらいでこちらのパーツは買えます。爪は3箇所あって普通にやると2箇所は浮きます。2箇所浮かせた後、もう一つの爪を後ろ側からマイナスドライバーで押しながら外します。手前側からいろいろやってみましたが、どうやっても3つ目の爪が外れませんでした。裏側部分からマイナスドライバーを入れてみます。反動でマイナスドライバーが手に刺さる危険があるので、まあね、手袋通した方がいいと思います。無事カバーを割らずに外すことができました。爪の位置はこんな感じです。三角ダイヤルは上に引き抜けば外せます。こちらの三角ダイヤルは薄型のものも社外品で売ってるので、まあね、これで交換方法はわかると思います。3つの丸い部分に円柱状の部品が入っていますので、周りを押しながらペンチでそれを引き抜きます。ここのカバーは横に引っ張れば外せました。これでカバーを全て外すことができました。こちらの金具を外すと背面と座面に2分割できるそうです。メタルシートはよくできていると改めて感じました。蓋側部分を固定したら完成です。この小さい部品を入れるとパネルは固定されます。シワが早く伸びないかなと、なんとなくドライヤーを当ててみました。サイドサポート部分は乗り降りするときに結構負荷がかかる場所で、へたりはあるかもしれません。フィッティングは参考までにしてください。さほど変わりませんでした。こちらがやり直し前の写真となっております。結構ねやっぱり、ね、正面から見ると普通なんですが、サイドから見るとヨレヨレです。こちらがやり直した後の写真になります。運転席もようやくブラックが完成しました。
レカロエルゴメド D に LXVS 用のシートカバーを流用、さらに愛用中のマッサージシートカバーを装着しました。装着写真を送付したら早速届きました。被害品の無料のティッシュカバー、素材はもちろんレザーです。薄型のティッシュなら2つくらい入りそうでした。次は鼻セレブを入れてみます。ティッシュカバーもフィッティングが良いです。ここを少しへこましたら入りました。無料でこのクオリティは良いです。ネックパッドは抽選で当たります。鼻セレブの触り心地たまりませんよね。シートカバーの留め具に引っ掛けると運転席裏にレザーティッシュカバーが装着できます。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。